10月12日日曜日、北勢町海渡にある蒲生神社で秋の例大祭が行われ、多くの氏子の皆さんが集まりました。蒲生神社の歴史は古く、創建されたのは1300年以上前と伝わり、年間11を超える行事の中で、この秋の例大祭は一番大きなお祭りです。この日はまず厳粛な雰囲気の中、神前で祭典が執り行われました。神事では氏神様や自然の恵みに感謝する三上宮司の祝詞の後、地元八田小学校の児童が乙女の舞を披露しました。また榊を持って優雅に舞う朝日舞も奉納されました。境内ではこの例大祭で楽しいひとときを過ごしてもらおうと、さまざまな催しがあり、出店も並びました。中でも地元の女性グループ、もみじの会の皆さんによる綿菓子やみたらし、焼きそばなどの出店は多くの人でにぎわっていました。また、輪投げやおもちゃのショベルカーに乗ってお菓子をすくうゲームもあり、夢中になって遊ぶ子どもの姿が見られました。さらに演舞場では、四日市市から訪れたまんまる座の皆さんが、海のお囃子や山のお囃子を披露。その迫力ある太鼓の音が森に響き渡っていました。また、歌謡舞踊や腹話術のほか、八田保育所の年長児が9月から毎日のように練習してきた獅子の舞を発表。その可愛らしい姿に会場の皆さんは見入っていました。そして、八田小学校1、2年生の児童たちはよさこいソーランを元気に踊りました。このほか恒例のくじ引きも行われ、今年も大いににぎわいを見せた蒲生神社の秋の例大祭となりました。